森哲夫三田市長によります森森三田の時間がやってまいりました毎月第1水曜日に放送しておりますこの番組では森市長から三田市の魅力を皆様にお届けしていただいておりますお相手は門垣敏子ですそれでは森市長よろしくお願いいたしますはい三田市長の森でございますえ今日も元気森森でいきたいと思います、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いいたします えー、ついこの間新年を迎えたようなそんな気がするんですがもうあっという間に今日3月ですね。ですねで3月といえば卒業や移動の季節。うん リスナーの方の中にもこの3月卒業を迎えそして新しい一歩を踏み出される方や職場の移動そして退職など控えていらっしゃる方もいらっしゃるでしょうね送る側そして送られる側思いは様々かと思いますが市長ご自身の卒業式とか職場の移動などで何か思い出はいかがでしょうでですねあの、うんまあ、幼稚園から数えると前県庁におって退職 卒業式の6回したのかなという感じですよ。でまあ学校のじ、まあ、幼稚園とか小学校はあまり覚えてないんですけどね、うん、中学校の時はね、えー、あの好きな女の子が終わってね、はい、でちょっとそれ告白できずに卒,卒業したのがですね、はい、ちょっと思い出の、ね、心,心残りで。<laughs> えー、で高校の時はたま,あのたまたまその日が東京での大学受験だったんで大学の時はねとにかく卒業式の思い出より、えー、その日に友達と飲み歩いて<ー> <laughs> そんなあ,ありますね、えー、であと前の35年間県民でお仕事をさせていただいて、えーはい、13回私移動したんですよあっ13回移動、はい そういう意味では結構たくさんあの移動したかなと思うんですいつもね、えー、やっぱり、あのー、4月、ね、3月末の4月に変わる時に、はい、あと観測英会あんまりねいつもねなんかねほろ苦い思い出があってねそうですか、うん、やっぱりなんとなく自分では。 13回のうち半分以上はね、えー、なんとなくこう納得っていうかね、はい、いうような感じがあったのかなとだからなんとなくこの3月あ自分は次、ね、どうなるのかなと、はい、で4月になったらなんとなく桜散るじゃないですけど <laughs> <laughs> そんな感じ。でもねやっぱり 退職する時の職場の方がね、えーえー、花束を頂い,いて送っていただいたというのはですね、えー、非常に感激しましたし、えー、あのー、やっぱり35年間勤めてホッとした気持ちとやっぱり寂しさがねあ,<ー>あって、えー、今でもすえ覚えてますしあの時にやっぱりいろいろ見送っていただいた方々とかね、うんあのー 本当に感謝してます、まあ、そういう意味では、えー、6回卒業式が、ねはいまありましてね今度は市長辞める時が7回目の卒業式で<ー>人生にお別れするのが7回で <laughs> 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 まあ本当にこの時期はですねいろいろ人生の中で思い出の残るです、ね、後で考えたら本当にね、えー、あの人生を積み重ねてきた。 という感じがしますね,ねえ、まあ、日本では年度末という言葉もあったりで、はい、その出会い、別れがこの春にありますのでなかなかこれがあの体に染みついているというのは私自身もよく転校しておりましたので、ねはい、そういうのも含めまして出会いと別れのある季節、はい、そしてこの日に日にあのこの3月は日差しも、ね、春めいてきますので、はい、お部屋の中にいるのがもったいないようなそんな気になってきますそんなお話をここからはじゃあちょっと進めていきたいんですが、はい、そんな陽気の日も増えてきたので。 三月の五日の日曜日、サンダーの自然を満喫できるイベントがどうやら開催されますね。そうですね。はい。あの県立の有馬富士公園で、えー、サンダーノルディックウォーキングフェスタインアリーマスというイベントをですね、はい、開催、えー、初めてですが開催しますで。ノルディックウォーキングとは、えー、ご存知かと多い方と思われるんですが、うん、両手にねスキーのストックのような。はいえー そういう専用のポールを持って歩くんですよね、はいえー、で、ポールの使い方によってはね全身運動、うん、健康増進やそれからダイエット、はいえー、そして介護予防とかね、うんえー、個人に合わせていろんな形で歩けるんでね非常に気軽にできるスポーツですね三田市では昨年からいろんな方に体験をしてもらう会とかということで、はい、ノルディックウォーキングをですね三田市の代表する そういう障害スポーツにしていきたいなと思ってますそして今回初めてノルディックウォーキングフェスタをやります、えーはい、で当初はですねまあどうかなと思って100人予定してですね集まるか心配したんですが、えーはい、募集した初日にですね100人を超えましたねすごい人気ですねで急遽ですね、はい、スタッフの方と相談をして3倍の300人に、ねえー、一気に3倍増やしてそれもですね、えー お断りした方もあった方でね、一、うん、週間で埋まってしまいました。えー、まあそれほどですね、我々が予想したよりもですね、うん、あの結構あのー、興味を持っておられる方がですね、えー、あのおられるんだなということで、えー、本当にですね、えー、予想を上回る反響でありがたいかなと思っております。一、うん、回目の開催にもかかわらず本当に大変な人気ですね。そうですね。で。 今回の大会はですね順位やタイムをね競うというものじゃなくて気軽にですねノルディックウォーキングということをテーマにしていますで今回のフェスタでは無事にコースを歩き切ってですねゴールをされた方皆さんに看保所完全に歩いたというのを贈呈をさせていただいて参加者全員にはですねオリジナルタオルをプレゼントそしてゴールの後にはですねボランティアの方々から温かいぜんざいも 用意してます。で今回はですね募集定員にたしたため応募を締め切りましたが、ええ、今後ですね、えー、サンダーを代表する市民の障害スポーツとしてですね、はい、ノルディックウォーキングを体験してもらえる機会をたくさん作ってですね盛り上げていきたい、ええ、そんな風に思っております。はいありがとうございます。えまずは、えー、気軽に楽しめるノルディックウォーキングこのフェスタのお話いただきました。 そして次の話題ですがサンダの玄関口でありますペデストリアンデッキをイベントなどに試行的に活用するそんな事業が、えー、昨年の5月から行われるようになりましてさまざまな催しでにぎわっておりますね3月18日の土曜日にはサンダーブランチピクニックという青空市が開催されるそうですね、はい、あのデッキのです、ね、試行事業を始めて約1年経ちます。えー、はい まあ、あの非常にです、ね、多くの方々に利用いただいて、うん、駅前のにぎ作りに役立っているんでねできればです、ね、本格的にです、ねえー、ずっとそういう形で使っていただきたいなというふうにも思っております、はいえー、より多くの方に、ねえー、訪れていただけるように検討を進めたいと思っていますで今回のです、ねはい、サンダーブランチピクニックはです、ねはい、キッピンモールを運営しています株式会社 三田地域振興がですね地元にあったら嬉しいなというそういうコンセプトで開催するものです三大木周辺のですね歴史的な町並みを守るために再生町家ですねへの出店者をねこれから発掘育てよう。 そして三田、はい、のそういう歴史的な町並みを生かしたです、ねええ、にぎわいをということで三田市もそれのきっかけという今回の開催を支援したいとブランチメニュースイーツ、はい、自家焙煎コーヒー自然ハーワイン、ええ、自然のお野菜お<ー>、えー、雑貨オリジナル家具など、ね、個性豊かなお店が三田市内外からたくさん。 集まってくる予定です。そうなんですね。こだわりのお店が揃っていて、はい、今までありそうでなかったそんな素敵なマルシェになりそうですね。そうですね。えーえー、今後もですね、えー、毎月第三土曜日に開催する予定です。はい、そうですか。えー、毎月のちょっとした楽しみを探しにですね、うん、ぜひ、えー、三代駅前をですね、お連れいただきたいなお願いしたいという,ふうに思っております。はい では1回目のサンダーブランチピクニックもう一度詳しくご紹介していきましょう開催されるのは3月18日の土曜日午前11時から夕方の4時までです場所はサンダ駅前ペデストリアンデッキフラット街中へピクニックに行くそんな気分でぜひお出かけしていただきたいと思いますイベントの最新情報はサンダーブランチピクニックこのホームページまたはフェイスブックをぜひご覧ください では続いての話題です。年度末を迎えましていろいろと施設整備が完了すると伺っておりますが、特に、えー、市役所庁舎前の広場の完成楽しみにしております。だいぶ出来上がってきたようですね。そうですね。えーえー、今日一部し芝生がですね、はい、入ってきましたから、はい。そうですか。はい、まあこの平成二十二年度から進めていました新しい、えー、庁舎の建て替えをですね始めました、えー、事業も。 一応ですね、えええー、この庁舎前の広場の工事をもって、えええー、この3月末をもってですねべ<え>て完成ということになります3月末ということ本当もう間もなくですねはい、えー、長らくですね市民の皆さんにご不便をおかけてしておりましたが予定通り完成も間近になりました広場にはですね三段の夢大使をお願いしております造形作家の新宮進氏のですね、ええ、記念モニュメント はい、設置をですねさせていただきます市民の皆さんの憩いと交流の場として利用いただけるよう整備を進めているところです市民の皆様に広場の愛称を募集しましたらですね、はいえー、147件という<ー>たくさんの、えー、応募がありました、はい、現在選定を進めております、はいえー、3月中旬にはですね発表したいなというふうに思っております、はい、それから3月28日の火曜日にですね、はい この広場のオープンとなる予定でああ式典も予定しております、はい、気持ちも新たによりですね市民の皆さんに開かれたそんな市役所を目指していきたいというふうに思っております楽しみにしておりますそしてまだまだありそうですねご紹介くださいそうですね、はいえー、昨年の9月からあ駒形に運動公園の多目的広場を閉鎖して工事を進めていましたが、はいええ 4月の1日から人工芝のグラウンドとなってオープンします、はい、サッカーやラグビーなどより安全に快適にですね利用していただけるんじゃないかと考えておりますすで <laughs>、はい、に利用の予約受付始まっておりたくさんの予約をですねですでにいただいておりますそして利用の開始に先がいまして、はい、3月の19日日曜日にですねオープンセレモニーを開催します オープンを記念しまして、子どもから大人まで多、えー、世代のサッカー試合をですね、うん、していただいてセレモニーを盛り上げていこうかと思ってます。まあに0人、えー、観戦できますので、はい、興味のある方はぜひのどりでいただければと思っております。はい、はい、じゃもう一度私の方からご紹介します。オープンセレモニーがございますのは3月19日の日曜日朝10時からサッカーフェスティバルは11時から夕方の6時まで行われます。 お問い合わせは公園緑化までお願いします。電話番号零七九五五九五一一零五五九五一一零です。これから暖かくなりスポーツのしやすい時期になります。人工芝生となって生まれ変わりましたグランド。スポーツやそしてイベントなどにどしどし皆さんご利用いただきたいですね。 ご利用になられる方、えー、使われる日の3ヶ月前の月の初日から3日前までに三田市公共施設案内予約システムでお申し込みいただきたいと思います。 それではホットトークのコーナー進めていきましょうホットトーーークコーナーといいますのは広報誌伸幸三段の一面に市長が書いていらっしゃるホットトークをもとに市長の思いをお話しいただくコーナーなんですが今回はお手元に皆さんに届いたばかりの3月1日号の広報誌こちらからです、ね、地域の創生三田を元気にするためにこの内容をお話しいただけますでしょうか。はい、あのもうすでににで、ねええ、市議会の方には 29年度の予算案案を提案させてていいただいております。でこれからサンダーはですね成熟のまちづくりということで3つの柱で地域の創生まちの再生人と人との共生っていうんですがそのうちで,ですねやはり一番やっぱり市民にとって大事なのは地域の創生これはあのサンダーをね、うん 元気にするためにということでですねあのいろんな取り組みをしたいと思っているんですがサンダー市はですねご案内のとおり昭和62年から10年間人口伸び率日本一という本当に北西サンダーニュータウンの開発ともにですね、えー、人口が増えて大きく成長したんですねでも2年ほど前からですね人口が減少するともに 急激に高齢化が進んでいるそういう意味では成熟した町に変わっていくんですが、はい、もう一つですね三田があ成長した過程を見ますとどちらかといえば三田市はですね、はいえー、大阪とか神戸にお目めになられる方々の、はい、まあいわゆるベッドタウンそうです、ねね、働くのは外だけど、えー、お生活っていうんですかね、A、はあ暮らしは でもおそれをやっていきますとですね、えー、特に子どもたちが大事に育てて、はい、学校で勉強してですね、えー、卒業する時には兵庫県から東京とかねそういう遠いところに行っちゃってですね、うん、まああのー、サンダにやはり戻ってきても仕事がないじゃないかと。 いうような声もあったりしてですね、えー、そういう意味ではやはり若い人たちが卒業しても何か仕事ができて出芸活ができるそれから元気な高齢者の方がたくさんこれからサンダでも出てこられますえせっかく頑張ってこられた経験を生かすためにもサンダで仕事をそしてやはり子育てをしながら あ仕事をできる女性のためにもですね三度<ー>でやはり、えー、仕事をたくさん作っていく<ー>そういう意味では住宅都市からですね<ー>生活産業都市へと変わっていく<ー>それをですね、はい、来年度そういう意味ではいろんな形で、えー、農業も含めた産業の振興とそして雇用の確保 そして、えー、いろんな形のですね、えー、仕事の支援をしていきたいそんなことで,です、ね、今回「ホットトーク」に書かせていただきましたあ,、はい、ありがとうございます、はい、ぜひ皆さんものびゆきさんら3月1日号一面の市長のホットトークの欄また改めて今のお話をお聞きになられてまた改めてお読みいただきたいと思います。 さてそれではここで視聴者ロビーコンサートのお知らせをしたいと思います。えー、この間終わったばかりで今度は13回目3月24日の金曜日です。開演時間は夕方の6時から30分程度演奏が行われます。三田市役所本庁舎1階ロビーで開催されます。今回の出演団体は管楽器のアンサンブルプチフェゾンさんです。入場は無料となってますのでぜひお気軽にお越しください。 お問い合わせは、三田市文化スポーツ課、電話、零七九、五五九、五零九三までお願いいたします。それでは、リスナーの皆さんから、森市長へのメッセージ届いておりますので、ご紹介したいと思います。えー、明石屋台にお住まいの主婦の方、ハニーレムよっちゃんさんからいただきました。どうもありがとうございます。ます最近、<laughs> 最近テレビで三田市のお店や観光地、食材が取り上げられていて、見るたびに嬉しくなります。 これらを紹介するフリーペーパーがあれば三田市の魅力を改めて認識そして発見することができて市外の方が三田市を知ってくれるだけではなく、はい、市民の三田への愛着心が増すのではないでしょうか楽しししみにしていいまますとたただきましたら市民の方にもです、ね、愛着心を持ってもらうためにも三田、ねえええー、の魅力を知ってもらうことが大事かなと。はいえー よっちゃんが言われるんですね気軽に手に取ってもらえるフリーペーパーのはね、はいはい、多くの人の目に触れるんでね非常に効果があるんじゃないかと思ってます。ええ、で,す、ね、で例えば三田市の観光協会では、ええ、毎年春と秋の、まあ、観光シーズンですね観光情報誌サンダリアというフリーペーパーを作成しています。ええはい その時々の旬の観光情報やお店の情報などをですね新聞織り込みを活用しながら市の外にもですね発信をするともにまた駅前のですね三田市の総合案内所などでも無料で配布していますので、はい、ぜひ手に取っていただければとまた三田のグルメや見どころを紹介した冊子三田お出かけ帳やお出かけ帳の別冊でですね、はい、スイーツに 特化してるんですが別原、はい、ブックなどもですね三田、はい、市総合案内所などで無料で配布しております、はい、非常に人気が高いと聞いております、はい、ぜひですね活用していただければなと思います、えー、よっちゃんもですねよっちゃんさんですね <laughs> フリーペーパーなどを活用して三田のいいところをぜひですね再発見をしていただきたいそれからぜひお友達にもね三田、えー、のいいところを広めてもらうそしてどんどん三田ファンをですね 増やしていただければなと思っておりますよろしくお願いします えー、お便りありがとうございました明石家台にお住まいのハニーネムよっちゃんさんどうもありがとうございましたまたリスナーの皆さんもスタジオ前にも置いております各市民センターのところにも置いておりますのでぜひお寄せくださいでは番組の最後になりますが森市長に思い出の1曲リクエストいただいておりますその曲にまつわるお話を伺ってまいりましょう今回は1982年公開の映画「蒲田行進曲」から「蒲田行進曲」んな エピソードお待ちでした。まあ、エピソードというんですかね、あの、私、だいたい塚浩平さんのね。いろんな作品が非常に、あの、好きなんですね。あの、好きだったんですね。ね、まあ。コミカルな面と、ほろりとこう、くるところと、それをうまくですね。されてて、しました。で、この蒲田行進曲もですね。まあ、映画館でも見ましたけど。それから、またビデオでも見てね。非常に、あの。 映画の舞台裏が分かるとともにですね,ですねあのなんかある意味ではあ人生のですねそういう人間模様というようなことでね、はい、でこの時今振り返ってみますとですねこの時ちょうど私、えーえー、県庁の職場に入って7年目かな8年目だったんですけどね。あ 県庁から東京の国の中央官庁に派遣をね、あ,はいえー、あの選考で選ばれて非常に、うん、あの張り切っていってちょうど帰ってきたんですね。えー、自信満々だったんですよ。はい、ほんでまあしかしまだ若いですし下っ端だったんでねいろんな仕事をしてこちらからもういろんなことを言ってもなかなかね、えー、こう。 相手にされないといとうんですかね<ー>まだまだ若いしまだ下っ端だというのでね、うん、ちょっとねなんか自信、うん、過剰になったこともあってね、えー、でこの時に映画をこれ見ましてね、はい、でまあ,あの主演が、はいえー、風間守夫さんですかね,、はい、すかねちょうどこのね、はい、売れ出した頃<ー>それとまあ今でもですねあの 大スターでである松坂慶ささん子さんで平田充さんですかね,ですね非常にこの3人の個性があって、はい、そして風間守夫さんが演じるあの銀ちゃんねゃん、はい、これがもう主役でね、えー、でまた松坂慶子さんがそれの恋人だって、えー、でまあね子供も生まれてしかしあのなかなかねあのそういう大スターだったのをまあ脇役のね、はい 平田満さんのやってる何もちょっと忘れましたけど彼がですね、えー、まあこの映画がいわゆる新選組のね土方歳三が主役の銀ちゃんで,で最後のシーンでしたかね、えー、あの階段落ちですね。あれでですね、まあ、あの平田光さんが 演じる侍がですね命を懸けてね、うん、階段落ちをするというようなねあ,あ,のあって本当に、まあ、一つ間違えば命を出すとう,うそれをですねまあ,あ好きっていうかね、えー、してる松崎恵子、はい、子供というようなことでまた、ね、風森さんには複雑な気持ちを抱きいながらそういうことで一生懸命ですねやってる。 やっぱり主役だけじゃなくて脇役がね、はい、やっぱりやってるということでねまああのー、仕事の上でもねやっぱり主役だけじゃなくて脇役というのが非常に大事だし、はい、またそういう人生の中でね脇役というのをしっかりとやるということがね大事かなというような感じをその頃ね、はい、ちょっとちらっと思って、はいあのー、なんとかあのー ふてくされてですね、<laughs> やろうかと言ったことをですね、<laughs> えーえー、あの覚えてますねそうす。そういう意味では映画の作品の面白さもあったんですけど、なんかん自分のですね、そういう,うー今あるのもですね、そういうことがあったんかな。とそんな。えー 思いいいい出がありりまますす今色々ととっってやっぱりこう人生と重なっていきますねぜひ皆さんもこの1982年の頃をご覧になった方もまたいろんな形でご覧になった方もそれぞれのご自分の気持ちに音楽というのはピタッとその時に、ね、そうことができますのでちょっと視聴だけではなく皆さんもエピソードを思い出しながらお聴きいただきたいと思います。 さて今日の放送3月4日の土曜日に、えー、また再放送で朝10時からお届けしていきます、えー、聞きそびれた方また途中の方そしてもう一度とおっしゃる方は3月4日今週の土曜日朝10時からの再放送もぜひお聞きくださいそして次回の放送は4月5日の水曜日夕方6時からまた生放送でお送りしてまいりますぜひこちらもお聞きください それでは森市長からのリクエスト曲蒲田行進曲を聞きながら今日はお別れです森市長どうもありがとうございましたありがとうございました